神戸です。イチロー対日本、この試合の模様をお送りいたします。イチローの先発はベテランイチロー、日本の先発は右の千賀、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右のイチローマウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは柳田。第9球投げた、決まってストライク。第2球投げた、スライダー見送ってストライク。これで追い込みました。第3球インハイ、直球は外れてボール。第4球を投げた、空振り三振、バッターアウト。バッターは2番坂本。背番号6。第9球投げた、初球を打った、ライナー。坂本いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球投げました、危ない球。第2球打った、鈍いゴロ、抜けた。坂本一気に三塁へ。浅村ナイスバッティングです。イチロー先制のピンチを迎えます。第9球投げました、スライダーボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、これは引っ掛けた。イチロー下がった、ファウルボール。内角低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第9球投げました、アウトローを見送ってストライク。第2球ボール低め、投球は3球目、投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。イチロー、ワンアウト1塁3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。イチロー、まずは無得点に抑えました。右の千賀、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、イチロー攻撃に入ります。先頭バッターはイチロー、初球はストライク。第2球投げた、内角ボール。第3球を投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、完全に外れたボール。投球これから5球目、打ったいい当たりだ、ライナー破った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。イチローいいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第2球ストライク、変化球にキレがあります。第3球を一塁ランナー出た、打ちました、ヒットエンドラン、ヒット、一塁二塁蹴って三塁へ、ボールが点々と転がっている。一塁初回先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ノーアウトランナー二塁となりまして、イチロー投げた、見送ってストライク。二塁牽制、二塁タッチはセーフ、投げましたボール。日本ここは引っ張りに警戒します。セカンド牽制球です、二塁タッチセーフ、投げましたボール。さあ4球目、打った、痛烈な当たり、破った、レフトバックホーム、イチローナイスバッティングです。イチローなおもチャンスが続いています。投球ストライク、ボールを二塁セーフ、二塁はセーフ、ランナーが二塁に進んでいます。第3球はアウトコース低め、外れてボール。第4球を投げました、打った流し、
ち。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げました、スラーバーストライク。初球ストライクから低め、フォークは外れてボール。投球は3球目、投げました、打ちました。村上バックしていった、ライト前ヒット。一郎さらに点追加、一郎タイムリーツーベースヒット。一郎なおもチャンスが続きます。さあリプレイです。さあワンアウトランナー二塁三塁という場面で一郎アウトコース高めボール。第2球投げた、直球ストライク。投げた、決まった、ストライク。第4球は打った、ライトへ行った、ヒット。三塁ランナーホームに向かう、ホームイン。一郎さらに1点追加。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番イチロー。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。投げた、初球空振り。初球空振りからアウトローの直球はボール。サードランナーちらってみた、投げた、危ない球。第4球はランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、二塁セーフ。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。さあラストボール、投げた、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファウル。さあ7球目、アウトコース低め見送ってフォアボール。バッターは8番イチロー。イチロー追加点のチャンスを迎えています。初球フォークボール空振り。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、流し打ち、ファール。投球これから5球目、打った、坂本掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。1回が終了しまして3対0、イチローまずは先制しています。2回の表3点を追いかけます。日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは岡本。第1球投げました、初球から打ってった、ショート右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番村上。背番号55。第1球投げました、初球決まってストライク。第2球ツーシームはボール。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番甲斐。背番号19。第1球投げた、これはしっかりキャッチしていました。第2球投げた、ツーシームはボール。第3球を投げた、あっと、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。バッターは9番菊池。菊池涼介、背番号33。第1球投げました、
打ちました。初球打ちレフトへの当たり、レフト前進、ヒットになります。菊池いいバッティングを見せました。打順はトップに帰って柳田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9ランナー走った、ストライクになった、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第2球投げました、ツーシーマーストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、直球低めボール。第4球は打ちました、一郎余裕があります、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。2回の表が終わって3対1、日本この回1点を返しています。イチロー、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは PH のイチロー。第2球投げました、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、1球外したボール。次は4球目投げました、危ない球。投球これから5球目、変化球空振り三振、低めの変化球にやられました。バッターはトップに帰って一郎、危ない球。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。第3球は3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、見送ってボール。さあ5球目、おっとデッドボール、これはデッドボール。第1球投げた、フォークはストライク、タイミング合いません。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、投げた、打ちました、一二塁間の打球、二塁フォースアウト、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げた、フォークボール見送ってストライク。第2球打ちました、いい当たり、抜けた、一郎二塁回った、一郎ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打、投げましたストライク。第2球投げました、顔の前通過。投球はこれから3球目、危ない球。さあ4球目打ちました、取りました、これで3アウト。一郎ランナー1塁3塁残塁、2回の裏が終わりまして3対1です。日本この回は上位打線から始まります。トップバッターは坂本、チェンジアップはボール、まずは外角低め。第2球投げました、決まってストライク。第3球はボール、次が4球目投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。次が5球目打った、いい当たりだ、ボールはライナーでセンター取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者浅村、第1球投げました、低め外角ストライク。第2球打った、痛烈な当たり、左中間へ持っていきましたが、左中間深いところ掴みました。バッターは4番鈴木、今日2度目のバッターボックス。第9投げた、初球見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで左中間へ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。鈴木いいバッティングを見せました。バッターは5番吉田、第1打席は内野フライに倒れています。投げた、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、ツーシームはボール、外へ投げました、ストライク。スタート、引っ張った、ファウルボール。
第7球をランナースタートを切った。インコース引っ張った、ライト前クリーンヒット、打球が転がっている、ボールは中継、吉田ナイスバッティングです。ピンチを広げています。第1球投げました、初球スライダー空振り、バットが空を切りました。第2球投げました、低めの変化球ボール。第3球を投げました、変化球ストライク、アウトローへ追い込んでいます。追い込んでから投げました、打った、抜けた、ライトからサードへ、日本1点返しました。岡本タイムリーヒット、一郎なおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番村上、大きな声援が届いています。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、ボール。投球は3球目投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、インコース低めストライク。さあ6球目、ランナー自動的にスタートします。打ったいい当たりだ、センター前クリーンヒット、センターバックホーム、村上いいバッティングを見せました。一郎なおもピンチが続きます。第1球投げました、決まってストライク。第2球投げました、危ない球。投球はこれから3球目、打った、打球はレフトの左へ、ファール。投げました、これは引っ掛けた。一郎交代、レフト前ヒット、レフトバックホーム、まずは同点、もう一人帰るか、回タイムリー、一郎なおもピンチが続きます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは9番菊池、これが2度目のバッターボックス。第1球決まった、ストライク。第2球投げました、打ちました。第3球を投げました、1球外してボール。次が4球目、投げた、スライダーボール低め。第5球投げた、打った、キャッチャー落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって3対3、一郎この回さらに2点を失いました。3回の裏、一郎攻撃に入ります。先頭バッターは一郎、投げた、初球を打ちました、菊池ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左バッターボックスには一郎、今日2度目のバッターボックス。ボール。第2球打ちました、ショート右横のゴロ、坂本ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番一郎、最初のバッターボックスはフォアボール。投げた、初球空振り、キレのある変化球。第2球投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが、掴んでこれで3アウトになります。一郎三者凡退に打ち取られました。序盤終了しまして3対3です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは柳田、今日は三振とライトフライ。第2球投げました、打ちました、レフトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番坂本。第1球インコース高め、ボール。第2球投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、一郎取った、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH の浅村。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、インコース低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、スライダーボール。投げた、打ちました、これは内野フライ、取ってこれで3アウトチェンジ。一郎上位打線を三者凡退に仕留めています。4回の表が終わって3対3です。8番
4回の裏、イチロー攻撃に入ります。この回のトップバッターはイチロー。投げた、危ない球。投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打った、鈍いゴロ。岡本ボールを取る、一塁送球、アウトです。一塁はアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。リプレイをご覧ください。バッターは指名打者イチロー。今日の第一打席はスイングアウト。投げた、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。変化球にキレがあります。第3球フォーカーストライク。第4球を投げました、打ちました、ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰ってイチロー。今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。初球空振り、いきなり150キロ。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、一つ外した、ボール。第4球を投げました、空振り三振。最後はキレのある変化球。最後はスイングアウトの三振に倒れました。4回の裏が終わりまして3対3です。5回の表、日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは鈴木。投げた、ツーシーム見送ってストライク。第2球打った、サード右へのゴロ、抜けた。鈴木ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。左バッターボックスは5番吉田。第1球初球はストライク。1球目ストライクから第2球チェンジアップはストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。鈴木2塁回って3塁へ。吉田ツーベース。一郎ピンチを迎えます。先ほどのプレーです。先ほどタイムリーを放っている岡本、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げた、外角低め、外れてボール。第2球投げた、低め見送ってストライク。第3球は空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール、外角低め。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打った、流し打ち、ライト前クリーンヒット。ボールが転がる、ライトからセカンドへ。日本2点入りました。5対3、岡本タイムリーヒット。さあこれでノーアウトランナー一塁。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バッターは7番村上。第1球投げました、アウトコース高め、ストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから投げました、空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。さあ4球目ストレート、空振り三振。イチロー降板。ここでマウンドに上がったのはイチロー。イチロー、これで全ての投手を使い切りました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第1球打ちました、当たり損ない。イチロー掴んだ、アウト。ツーアウトランナー2塁に変わります。ランナー1人を置いて迎えるバッターは菊池。第1球カーブはボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、セカンドの左、抜けた。センター
ックホーム。菊池いいバッティングを見せました。一郎なおもピンチが続きます。内角ギリギリいっぱいストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ストライク、アウトコース厳しいところ、もう追い込んでいます。第3球を投げた、ボール、アウトコース高め。第4球を投げた、見逃し三振、外いっぱいに決まった。5回の表が終わって5対3、イチロー2点をリードされています。イチロー、この回は2番からの好打順、先頭バッターはイチロー、見送ってボール。第2球投げた、外角高め、ボール。第3球を投げました、危ない球。投球これから4球目、インローを見送ってストライク。投げました、フォーク決まってストライク。さあ6球目、結局外れてフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。千賀降板、マウンド上は中川、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げました、スラーブはボール。第2球、一塁ランナー走った、盗塁成功。一郎大事な場面で盗塁を決めました。さあリプレイです。第3球は3球目空振り、少し迷ったか。第4球を投げました、インコース引っ張った、ライトへ飛んだ、ライト前のヒットになります。ボールが点々と転がっている、ライトからセカンドへ、イチロー1点返しました。イチロータイムリーツーベース。イチロー、なおもチャンスが続いています。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあノーアウトランナー2塁という場面で、イチロー今日はサードゴロとセカンドライナー。第2球投げました、内角高め、ツーシームは外れてボール。第3球を投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、打ちました、一二塁間の当たり、アウト。イチロー、なおもチャンスが続きます。左バッターボクサー5番イチロー、緊迫した場面が続きます。1球目空振りから第2球、危ない球。第3球ボール。第4球を投げた、打った、投球これから5球目、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット、イチロー同点、5対5、イチロータイムリー。さあこれでワンアウトランナー1塁。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは6番イチロー、今日3打席目、イチロースタート、キャッチャー2塁送球、盗塁成功。イチロー重要な場面で盗塁を決めてきました。第2球投げた、ストレート空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、アウトロー、外れてボール。投球これから4球目、きた、いった、チームメートが迎えます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。左バッターボックスはイチロー、今日はフォアボールとライトフライ。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球ライトへ上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番イチロー、今日はショートへの併殺打と、サードゴロ、投げた、初球決まってストライク。第2球ストライク。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、外角高め、際どい球、ボール。
第5球投げました。流し打ち、どうだ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、一郎ツーベースヒット、初安打。ランナー一人を置いて迎えるバッターは一郎、今日は三振とファールフライ、二塁タッチはセーフ。第1球投げました、初球を打った菊池、ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。5回までが終了しまして7対5、一郎2点リードに変わっています。ゲームは後半に入ります。トップバッターは坂本、第9投げました、外角高め見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球インハイ際どい球、ボール。投球はこれから3球目、インサイド見送ってストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、見送ってボール。投げた、ストレートはボール。次は6球目、投げた、打ちました、センター前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の浅村。第9投げた、初球外れてボール。第2球投げた、カーブはボール、内角低め。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、ファウルボール。次は5球目、打った、右中間へのフライ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには鈴木、今日はここまで3打数2安打1三振。投げました、初球見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、カーブ決まってストライク。追い込んで投げました、ボール、アウトローへ。投げた、ボール。さあ5球目、直球、空振り三振。一郎、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。6回の表が終わって7対5です。中川降板、マウンド上ピッチャーは大野、今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9投げた、ボール。さあ次の投球、投げた、高速スライダー、ボール、インローへ。第3球を投げた、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、センター見上げた、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ突き刺さった、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイをご覧ください。バッターは2番一郎、今日4度目のバッターボックス。第9投げた、ボール、まずは外角高め。第2球投げました、アウトコース高め、ストライク。第3球を投げました、ストライク。さあ4球目、低め、ボールが回った、ピッチャー真正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには一郎、今日は3安打猛打賞。日本ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げました、直球決まってストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球は打った、い当たりだ、ライナーだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。一郎ナイスバッティングです。バッターは4番一郎、これが4度目のバッターボックス。さあ次の投球、ボール。一塁へ牽制球を送ります。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げました、ボール。
次が4球目、投げた、打ちました。次は5球目、投げた、打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット。イチロー、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。流し打ち、レフトへ行った、レフト前のヒットになります。レフトバックホーム、二塁ランナーホームイン、イチロー、さらに1点追加、9対5。先ほどのプレーです。ここまで2安打のイチロー、初球空振り、いきなり152キロ。初球空振りから見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球は打った、ショート右へのゴロ、坂本取った、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。中盤まで終了しまして9対5です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは吉田、今日はここまで3打数2安打。第2球、投げた、打ちました。一郎、下がっていった、右中間へのヒット、吉田ナイスバッティングです。バッターは6番岡本、今日3打点を挙げています。第9、ボール、投げた、外角見送ってストライク。第3球を投げた、ストレート見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球はボール、投球これから5球目、ボール。第6球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。第9、投げました、ボール。投球これから2球目、見送ってボール。第3球を投げました、スライダーはストライク。第4球を投げました、4球目空振り。次は5球目、カーブ、空振り三振、2者連続三振。右バッターボックスは8番甲斐、今日はホームランを打っています。決まった、ストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、バッターの足元。第3球を投げた、外側決まってストライク。第4球はインロー際どい球、ボール、投げた、ボール。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、打ちました、センター前進、取りました、これで3アウト。満員のホットモットフィールド神戸、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、イチロー、ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターはイチロー。第2球、投げた、打った、打球はセンターへ、ヒット。イチロー、いいバッティングを見せました、初安打。第9、投げた、完全に外れた、ボール。第2球、打った、バットが折れました、ファール。投げた、ボール、インコースへ。投球これから4球目、打ちました、ヒットエンドラン、これはヒットになります。ボールは中継、イチロー、ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました、イチロー、さあチャンスをものにできるか。まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ、投げました、低め決まってストライク。1球目ストライクから第2球、ボール。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット、レフトバックホーム。イチロー、いいバッティングを見せました、今日初めてのヒットになりました。ボール。第2球投げました、ストライク、インコース厳しいところ。投球は3球目、投げました、3球目ストライク。追い込んでから第4球を打った、引っ張った、打球はライトへ、ヒット、ライ
上がります。今日は配球にも注目したいと思います。ボール。第2球アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました。ストライク。第4球は打った、流し打ち、ライナー。三塁ランナーホームに突っ込む。一郎一気にホームへ。続いて二塁ランナーも今ホームイン。一郎この回4点目。13対5。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です。タッチセーフ。投げた、初球空振り。いきなり155キロ。1球目空振りから見送ってボール。第3球を投げた、アウトコース高め、外れてボール。第4球を投げた、打ったに当たりだ、センターへ持っていった、センター前クリーンヒット。イチロー、ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。投げた、ストレートはボール。さあ次の投球、ボール。二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ。二塁はセーフ。三球目ストライク。第4球を投げた、ストレートはボール。インコース低め、振り返って二塁牽制球。次は5球目、投げました、カットボール見送ってストライク。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。打った、菊池バック掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げました、ボール。セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ。投げました、低め、カットボール外れてボール。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり。二塁ランナー三塁へ向かう。ワンバウンドヒットになる。イチロー、リードを9点に広げます。今日2本のヒットを放っているイチロー。第9投げた、外角低め、ボール。第2球投げた、打ちました、これはいい当たり、取りました。三塁はどうか。イチロー、センターへの犠牲フライ。イチロー、さらに1点追加、15対5。第9外角高め、スライダーは外れてボール。投球これから2球目、決まってストライク。第3球は見送ってストライク。バッター追い込まれました。セカンド牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。追い込んで投げた、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット。イチロー、いいバッティングを見せました。イチロー、なおもチャンスが続きます。ここまで2安打のイチロー。第9 1球目ストレート空振り。初球空振りからフォークボール見送ってストライク。第3球を投げた、内角高めいっぱい、見逃し三振。ここは3球三振に終わりました。7回の裏が終わりまして15対5。イチローこの回打者一巡の猛攻で一挙。日本この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番菊池。今日はここまで3打数2安打。投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、高めギリギリいっぱい、ストライク。これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げました、低めボール球打った、1・2塁間のゴロ。一郎ボールを取る、セカンドから1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って柳田。第9投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球は打ちました、ライトへの打球、一郎掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番坂本。第9投げました、
初球から打ってった、当たり損ない。イチロー掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。イチロー3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって15対5です。イチロー、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは指名打者イチロー。今日はここまで4打数1安打1三振。投げた、変化球ストライク、インローへ。第3球を投げた、インコース、ストレートは外れてボール。第4球は流し打ち、どうだ、ファール。さあ投球は5球目、投げた、ストレートはボール。投げた、インコース低め、外れてボール。第7球を投げた、打った、いい当たりだ、柳田、落下点に入った、センター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰ってイチロー、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。1球目空振りから第2球見送ってストライク。第3球は低め、空振り三振。最後は力でねじ伏せられました。左バッターボクサー2番イチロー、今日はここまで4打数2安打第2球見送ってストライク。第3球流し打ち、内野ゴロ、岡本ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。イチロー、わずか3人で攻撃が終わりました。8回の裏が終わりまして15対5です。さあいよいよ最終回、先頭バッターは DH の浅村、今日はここまで4打数1安打投げました、スライダーボール。第2球投げました、打ちました、センター前に出る、センター方向へ持っていきます、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番鈴木、今日5度目のバッターボックス。第1球投げました、ボール。第2球スライダーボール。第3球外角低め、見送ってストライク。次は4球目投げました、まっすぐ空振り。第5球投げました、インロー、空振り三振。バッターは5番吉田、一郎、ここは何としても抑えたい場面。投げた、ストライク、タイミング合いません。初球空振りから投げた、ストライク。さあ次が最後の投球になるか。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、打ちました、キャッチャー落下点に入りました。ファウルグラウンド、キャッチしています。試合終了、一郎大差で勝利しました。試合終了です。